楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中大介です。田中大介の真似は語る。今回のテーマは、米景気また強いってよ。どうなる米日株ドル円ということです。米景気ですけれども、この2年間、数ヶ月ごとに強い弱いっていうのを繰り返してきました。8月に米景気の交代懸念というものがにわかに出てきました。 しかし、その際も、私の方からは、また数ヶ月後に米景気強いんではないか。まあ、こういうふうに指標の入り返しがあるんじゃないかということを申し上げてきました。そういう可能性は排除できないんだということなんですね。まあ、ですから、ちょっと投げやりない言い方というのは、米景気、もう弱いって言ってたのに、また強い。まあ、このことについて、一体何が起こっているのか、どうなろうとしてるのか、その背景でちょっと気になるところがある。 まあこういういい話をいたしますちなみにこのタイトル浅井亮さんの小説「霧島部活やめるってよ」っていうそれをもじってるんですけれどもあの小説は霧島という要になる生徒が部活をやめるということから始まって周囲にいる人物がざわついてそして心理的に揺れ動いて学校のヒエラルキーシステムそのものがきしんでくるっていうこういう話なんですけれども、まあ、今回 アメリカの景気、なかなか実態をつかめないという中で、その強い弱いに市場が振り回されて、ざわついていくっていう、この様がちょっと似てるかなっていう、こんな印象でのタイトルをつけてみました。お話しすることですけれども、まず、その米景気っていう要の揺らぎについて、それから今回景気、景観を一気に変えてしまったアメリカの雇用統計ですね。これの強ぶれサプライズ。 この中身についいて確認をいたします。そしてその上で、まあ、かねてですね、私が申し上げてきたこと、コロナ禍以降、あんなに数字が上下に触れると、このあと、アメリカの経済統計は季節調整をしているがゆえに、歪みが生じるかもしれないということなんですね。今回もそのパターンに合ってるんではないかということをちょっと思っているところです。そして、この季節調整の歪み等々を踏まえて考えると、 今後の米景気感、どんな風になるんだろう。この揺らぎにどんな風に構えて乗っていったらいいんだろう。まあ、こういうことになってくるわけです。では本題に入りますけれども、まず、米景気という要の揺らぎについて、この下に書いておきました。アメリカの景気が強くなった。インフレがものすごく上がった。これに対して FRB が2022年に通じて強烈に金利を上げていくんですね。 まあ過去のパターンからするとこんなに金利上げたんだったら景気はさすがに悪くなるだろうっていう思いがあります。ですから2022年の11月12月ぐらいになるとちょっと景気ここからはピークアウトだなっていう感じが出てきます。ところが23年に入って12月、いや数字そんなに悪くないよっていうことになってくるんですね。で、しっかりしてる。 まあそのまままた強いって話になるのかなと思ったら、実は3月に地方銀行が相次いで倒産するという事態があって、このミニ金融危機によって、やっぱり金利上げすぎてる、景気悪くなるんだっていう、こういうことが数ヶ月続きます。ところが、今度、7月から10月にかけてですけれども、異様に景気が強いっていう状況が生じていて、なんかこんなに金利上げたのに、まだまだ景気強いんだ。 インフレもじゃあ降りないんじゃないかって言って、長期金利が5%まで上がってきました。でも、これが11月、12月になると、いきなり数字が弱ぶれる。いや、今度こそ下ぶれだって言って、FRB も12月には、ディスインフレもあったというような雰囲気になりました。そして、ドットチャート。でも3回の利下げを示すということで、マーケットの方も24年中に6回の利下げがあるという、こういう予想をするんですね。 ところがまた年を明けて、1月、2月、3月と数字が意外と強い、まあ、4月頃には、いや、これ、利下げどころか、年内利上げもありうるねってこんな話にもなるわけです。そうしていたら、5月になると急に数字が悪くなった、そして5月、6月、7月、もうずっとこう悪くなっていって、8月の雇用統計が出たところでは、景気後退懸念が浮上すると、まあ、こんなことになっていくわけです。 まあその後八8月後半から9月にかけては、低迷したところでもたもたしてるんですけれども、そんなに悪くないねっていう数字が続いていて、そして10月に先だっての雇用統計に至るところで、いや、これ強いよという話になってきた。本当にこういうふうに数ヶ月ごとに変転している。その背景には、コロナ禍後の特殊事情で、財政政策、金融政策の強烈なサポートが尾を引いていて、 そう簡単には景気が悪化しないっていうことも分かってきました。なんですけれども、ただ、もう金利も相当高いですし、どっかの時点では悪化するんだろうっていう、こういうまあ両にみをせざるをえない状況が続いてた。左の図で、えー、サイクル図、これはやっぱり景気は軟化していく方向であろうということについては、大方、 見る目は一致してきてるんですけれども、それでもこの天井圏のところで経済指標が一体来たりするし、やっぱり悪くなったものはガラガラと下にずれていくんだっていう見立てと、いや、悪くなったとはいっても、この天井圏でまた強い数字が出てくる数ヶ月があるかもしれないという面と、それからその中とって、まあ、軟着陸だなっていうことで、とりあえず。 ここに軸足を置いて、上にも下にも対応できる柔軟な姿勢を取っておこうというとこと。まあ、これが混在しているというのは昨今だということなんです。ですからこちら、アメリカの GDP と GDP ナウがありますけれども、8月以降、アメリカの景気はかげってるかげってるっていうふうに言われるんですけれども、これ見ての通りで、巡航速度の GDP1.8% を上回るところで、いろんな経済指標が推移してきたというところがあります。 まあほとんど1.8%に近づいて、やっぱり悪いんだっていうふうに言われる時期もあったんですけれども、でも割り込むという形にはならなくて、結果的にはこの2%から4%ぐらいのところで推移している。この前の雇用統計を受けて、やっぱり強ぶれて、最近は3.2%ぐらいの GDP の想定になってるんですね。ですから、順行速度1.8%からするとかなり強い。これでも、 0.5%利下げするのいや、0.5%から0.25%だってする必要がないかもしれない。一回パスするかもしれないん、ね、で。こんなふうな感じにもなってきているということなんです。まあ、そのきっかけになったアメリカの雇用統計ですけれども、こちらの図は、非農業部門の雇用者数、政府が公表している統計が青い棒グラフ、緑の方は ADP です。で、これがぐーっと下ってきた。 その間に失業率もだん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 3%台から上がっていって8月には4.3%をつけた。そしてそのままもっと悪くなったら大変だというんで FRB は予防的に9月の FOMC で0.5%の利下げを決めたという流れになってるんですけれどもこれが4.2、4.1と下がってくる。そして非農業部門の雇用者数もまあ10万人台前半から半ばぐらいかな。 ということで言っていたら、値が25万人も増えるという、まあ、こういう結果になったわけです。で、8月に景気後退懸念が出てきたときには、サームルールというのが話題になりました。サームルール、こちらの図のこの赤い線がそれを示してるんですけれども、ここに0.5というところに横棒を入れておきました。これは、失業率が3ヶ月移動平均で見たときに、過去12ヶ月の最低のところから0.5%以上、 上がったら、この時点で景気交代を示唆する。という、まあ、経験則なんですね。まあ、過去においては、あその適合率が高いということなんですけれども、これ以前も解説しました。まあ、過去について最適化すると、大抵これはすごいね、ぴったりだねっていうのはあるんですけれども、その次も同じことが起こるかどうかということについては、まあ、常に要検討ということではあるんです。でも、ここでこのサームルールが成立した。 ということで、えー、景気後退感というものがすごい生やされたということなんですね。それでもその背後で、えー、先ほどの GDP n o w でも見ていただいたように、そこまで経済指標の水準は低くない、悪くなってないということだったので、私の方では、景気はやっぱり悪くなると、ガラガラ崩れていくねっていうシナリオ、加工シナリオと、それから、いや、もう5月から数ヶ月にわたって経済指標、下振れてるけれども、 でも水準は天井圏にあるので、数ヶ月にわたって今度は強いという数字が出てきても、全然違和感がない。だからこっちも気をつけなきゃいけない。で、どっちか決めるわけにはいかないので、中取って、景気難着陸シナリオに軸足を置いて、どっちに転んでも大丈夫なようにしましょう。どっちに転んでも大丈夫なようにしましょうというときに、投資ポジションとしてどういう構え方をするかということについては、意外と タイミングを見て買うことができるんですっていう、こういう話をしてきたわけです。ちなみに雇用指標が堅調になってくるところでは、兆しがいろいろ出てました。例えば、ジョルツの求人数ですね。これもぐーっと下がってきたところが直近のところでポンと跳ねた。それから、失業保険申請、給付件数。こちらも最近のところでぐーっと下がってきて、なんか雇用悪いばっかりじゃないよねっていう、こういう話になってた。 ですから、まあ、その点ではですね、今回の雇用統計についても、非農業分野の雇用者数とか、あるいは失業率について、悪いばっかりじゃないよねぐらいの感じの予想にはなってたんです。私、いろんなところで、これを沖の予想というふうに言ってましたけれども、最近、関連データと公表される数字がかなりずれるケースが多くなっているということで、市場のエコノミスト等予測者も往々にして、 だいたいこんな感じかなっていう、そういうところに数字を置くっていう予想がどうも多くなってる感じは受けてたんですね。つまり関連データを精緻に捉えて、これと整合的な予想値はこれなんですよっていうふうに出しても、また外れになることも少なくなかったということで、今申し上げたように、だいたい今の景況感、下げてるけれども、悪いばっかりじゃないというぐらいのところに置くと。そうすると、そういう予想っていうのは角度が低いわけです。 まあこうだからこうだっていうことを強く言えるような予想でもない。そうすると、そこからですね、また大きく数字が触れたときに慌ててしまうんですね。まあそういうことが実際に起こったということなんですね。それからこれも雇用統計の直前に出てた企業景況感です。ISM の製造業、サービス業の質なんですけども、青い線、ISM の製造業は景気分岐点の50以下のところで低迷してたんですね。 まあここまではちょっと景気やっぱり弱いよねって話になりかかってたんですけれども、サービス業の方は一気に跳ね上がって、で、かなり強いという数字になりました。サービス業の方が GDP に占める比率も9割ほどあって、圧倒的に雇用者数も多いんですね。ですから、このあたりからちょっとやっぱり景気悪いばっかりじゃないねっていう、こういうふうにはなってたんです。ただ中身を見ると、この ISM サービスは、 価格であるとか、受注であるとか、まあ、いろんなところはですね、強めに出たんですけど、雇用は下振れてたんです。まあ、こういうちぐはぐ感もあるので、なかなか関連データから統計を読み取れない、予測できないっていうところは依然として続いています。ですから、今回も雇用時計強かったっ言って、11月の頭に公表される部分が、また強いのかどうかってことは、市場はかなり警戒心を持って眺めることになるんであろうというふうに思います。 まあこういうふうな数字の触れに一気一流しながらあ相場は進んでいく。その実、景気実態に関してはデータ次第でゆっくりかげっていくとは言っても、それが今後どういう動向になるかということについては、まだまだ FRB ですら読み取ることはできない。市場ももちろんわからないし、その都度揺れ動いてしまうという、こういうことになるわけです。ちなみに、アメリカの経済指標なんですけれども、 季節調整というのは施されて発表されるんですね。それがどういうものかっていうと、この図は左が非農業部門雇用者数のうちの民間部門です。そして右が政府部門なんですけれども、そうですね、これ見ていただくと政府部門の方がわかりやすいですかね。これ、毎年毎年同じような波形で推移しているのがわかると思います。これが現データです。こういうふうに 夏にかけて、急激に雇用者数が減って、そして新学期、新年度が始まる9月、10月のところでぐっと増えていくっていう、このパターンがあるんです。で、このままの数字だと、前月比で見たときに、もう9月、10月あたりはやたら強い数字が出る。これがピークを過ぎる年明けのところではもう一気に落ちてしまうっていうことを繰り返します。そうすると景気が強いか弱いかわからない。ということで、この緑の線のような、 これは季節調整後ということなんですけども、統計的に季節調整という措置を施して、こういうトレンドが捉えられるようにして、アメリカでは発表しているということなんですね。民間部門同様です。これも政府部門ほどじゃないですけども、こういうふうにやっぱり季節的なパターンがあるというのがわかると思います。だけれども、これを季節調整をして、この緑の線のように補正して発表しているということなんですが、実は、 この2020年、コロナの時ですね、経済活動止められてしまったので、民間部門、劇的に落ちました。で、活動を止めたところから再開することだけでも経済活動を上向いてきますので、えー、指標は一気に上向いていくという流れになって、これ雇用者数も増えていきました。こういう季節要因以外のことで数字が大きく振らされると、その後の季節調整そのものが影響を受けるっていうところはどうしても出てきます。 つまり、これだけの変動を特殊要因として処理をしようとしても、いろいろその余波が入ってしまう。通常の季節調整の補正では吸収しきれないという問題が起こるんですね。そのことが実際に影響を及ぼしたと思われるのが、リーマンショックの後なんです。この右の図見ていただくと、リーマンショック。2008年の9月にリーマンブラザーズが破綻して、ここから金融危機になるんですけれども、 数ヶ月にわたってアメリカのサプライズ指数。これは経済指標を市場がどう予測しているのかということと実際に発表された数字の会議です。あのマイナスになっていくというのはどん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 悪い方悪い方にブレていったということなんですけれども、そもそも数字が落ちていくわけですけれども、市場予想以上に落ちていくというかなり厳しい事態がここで起こってたということなんですね。センチメントがどんどん悪化していく。このリーマン破綻から 数ヶ月にわたって落ちていたものが、年明けになるとちょっと落ち着いてきて、そして春先からぐーっと持ち直してくるという展開になりました。で、これがどうも季節調整に歪みをもたらしているようだということで、それ以降の4年間のサプライズ数入れましたけれども、見ての通りで、この2008年から9年にかけて落ち込んでいる時の分がぐーっと上に触れている。 そして持ち直してくるところで、ぐーっと落ちていくっていう、これをこう繰り返しました。まあ、その結果何が起こったかというと、リーマン危機からの立ち直りどうなんだってことをみんなが気にしているときに、年末から年始ぐらいにかけてのところで、いや、これもう景気大丈夫だよって話が出てくる。ところが春先になると、急激に、いや、これ景気単純には回復しないねって話に切り替わってくるってことを繰り返したんですね。 で実は、リーマンショック後の1年目、2年目ぐらいは、このパターン出てたんですけれども、みんなそのことについて、季節調整の問題だとは思ってませんでした。私の記憶では3年目あたりから、これ季節調整が歪んでんじゃないのって話になってきたんですね。まあ、今回コロナ後の数字の落ち込み方からすると、同じようなパターンが出るかもしれないっていうことは、まあ、あの2020年の数字の下振れ、上振れのところから、 もうの投資の場では申し上げてきたところですこれがコロナ後の展開ですけれども、この時コロナによって数字はもう劇的に落ち込んだんですが、ただ、ここはもう経済活動が止まるということで、相当市場予想も下振れてたんですね。ですから、割と控えめな落ち方になってますけど、現実の数字はもっと落ちました。これが6月、7月あたりからは経済活動再開でぐーっと上向いてくるという展開になった。 このことが季節調整で数字に影響が出るかなということで見ていたら、翌年、翌々年のこの水色、青の線が、そうなんですけれども、やっぱりこの3月、4月、落ち込んでるあたりで強ぶれる。まあ、こういう展開になったんですね。で、その後ですけれども、数字がほぼほぼ逆サイドの方で触れていくということが起こったということなんです。 ですから、特に6月、7月、8月あたりに数字が上振れたところについては、下振れやすいということが起こったんですね。ちょっと悩ましかったのは、2023年ですけれども、この年のこの濃い青い線、これが2020年に近い形、逆振れではなくて近い形になって推移しているというところなんです。この年は3月に金融機関あって、ここでまた引き締めていた金融を量的に緩めました。 まあその影響があったのかどうかですけれども、6月、7月、8月と経済データがやたら強くなって、7、9月、え、まさかこんなに強い景気になるなんてっていうぐらい強くなって、そして10月には5%まで金利が上がるという展開になったんですね。ですから、まあこの時に季節調整の歪み歪みって言ってきたけれども、解消されたのかなっていう思いが半分。それからもう一つは、全体を通してみると、 2020年と同じような形状をこの2023年たどったので、ひょっとしたらこの21年、22年に出たような逆ブレの仕方というのがもう一回補強されるかもっていう、こういう思いと両方で見てきたということなんですが、結果は今申し上げた後,後者の方、つまり21年、22年のパターンがもう一回出かかっているのかもしれないっていう感じになってるんです。まあ、見ての通り、この薄い 青、水色と同じように、この紺色の今年の展開というのが、最初、底堅くて強くて、4月ぐらいにはまた追加利上げみたいな話も出てきたぐらいなんですけれども、5月、6月、7月ずっとこう低迷していくという展開になって、そして今度10月ぐらいになってくるとぐーっと良くなってくるっていう、こういう巡り合わせになってる。ですから、この米景気指標、これが本当に季節調整で歪んでいるんであれば、 単純なイメージとしては、10、11月あたりには数字は堅調に出てくる。12月にはこの堅調さはちょっと一服するかもしれない。でも、1月から4月ぐらい年明けても、まだまだ底堅いなという雰囲気があって、そして5月、6月、7月、8月あたりになってくると、また数字が弱ぶれてくる。まあ、これを金融政策に照らせ合わせると、9月0.5%にだけしたけれども、11月、12月に関しては、 まあ、インフレも下がってるから0.25までは下げるけれども、それ以上は必要ないかも。場合によったら0.25も一回パスしてもいいかも、みたいな雰囲気が出るかもしれません。そして、12月、ちょっと警戒的に一服感があって、年明けどうかなと思ったけども、そんなに急いで利下げ進めることはないねっていう時期を過ごした後に、利下げがまた加速してくるっていう、こういうイメージになってくるんですね。ただ、 この季節調整の歪みっていう漠然としたものを強い予想として語ることはできません。景気がやっぱり悪くなってきたら、サイクルかなり下振れてかガらラガラ来るんだという、こういう展開になった時には、この基調の方、トレンドの方を重視します。ですけれども、どっちつかずで天井圏で指標も強くなったり弱くなったり、なかなかつかめないねって言ってる時には、ひょっとしたらこういうふうな季節調整の歪みっていう、 まあこれ人為的な部分ですけれども、そこで数字が歪んでいて、経済の実態をうまく反映してないかもしれないっていう、この言葉はちょっと頭の片隅に置いて臨んでいただくといいのかなという、まあそんな話なんですね。ですからそういう景気感の揺らぎに乗るというのは、まあ先ほど申し上げたように、季節調整の歪みだったら、先ほどの月ごとのパターンみたいなものをちょっと念頭に置いておくということになります。だけども、対局感としてみると、 やっぱり基調景気はどっちなんだっていうことが重要になってくるので、そこに目線を置いておくということになるわけです。まあこれまでもこの図で使って何度も申し上げてきました。縦軸にアメリカの金利が低い、金利が高い。そして横軸に株が高い、株が安い。そして2020年あたりは金利がものすごく低くなったからものすごい株高でという金融相場局面があった。 その後、景気が良くなってインフレもじわっと来る中で、金利上がり始めるんですけれども、依然として、まだ株高であると。その背後にあるのは、金利は上がり始めは、まだまだ景気中立水準よりも低い金利だから、まあ、これは金融引き締めにはならないね。そして、景気自体はいいんだからということでの業績相場的な要素があるという、これが21年あたりでした。そして、その次。 インフレが進んでいくことによって強烈な金利を上げていく。それを嫌って株が安くなるという逆金融相場の局面がある。まあ、先ほども申し上げたように、あんなに金利上げたらそれは景気悪くなるだろうっていう目で見て、その後は景気悪化に伴う逆業績相場という株安局面。そして金利は下がっていくけども、それでも株安っていう、こういう場面が来るんじゃないかっていうことを、 22年の終わり、23年の終わりには見立てて、その翌年の展開は逆業績なんだっていうことを言ってたわけですけれども、現実には景気が悪くならない、コロナのあとっていろいろ特殊事情で、景気悪くならないんだっていうのを見てきたで、悪くならないっていうけれども、天井圏にあるときに、やっぱり景気強いっていうのと、あれ、やっぱり悪くなってきたぞっていうことを数ヶ月ごとに繰り返してきたっていうのが、先ほど申し上げてきた話なんですね。 で今に至っても景気は悪化するっていう話が8月に出たのに、10月になると、いや、これ悪化しないよって話に転じている。だけれども、これがまた数ヶ月経って悪化するっていう風に転じている可能性もまだまだ、税流では残ってるっていう、このことは気をつけなきゃいけないということなんです。この場面っていうのは、そういう風に見通しも揺らぐ、そしてデータ次第で見方が変わっていくので、なかなか腰が定まらないということなんですね。 ですから引き続き、景気についての3シナリオというものは、並存して見ていく必要があるということです。一つは、景気軟着陸ですね。まあ、これを中心軸に置いていくわけですけれども、金利はインフレも鈍化しているので、徐々に下がっていく、軟化していく。まあ、これを交換して株はしっかりと出ています。つまり、景気はさほど悪くならないし、金利は下がっていくし、ということで、株はサポートされるんですね。で、ドル円に関しては、金利が下がっていくのに合わせて、やっぱり軟化します。 つまり円高気味になっていく。だけれども、アメリカでは株がしっかり。で、円高分だけは日本株を圧迫ってことになるので、日本株はまあ持ち合いなのかなぐらいの感じになってくるわけです。景気悪化シナリオの場合、この場合にはアメリカで金利は急速に下がります。株は逆業績かもしれないということで、脆弱化します。そしてドル円も金利に沿って下落する。そうすると、アメリカの株安と円高で日本株はかなり厳しく圧迫される可能性がある。 そして景気堅調シナリオというのは、まあ、今、この10月の雇用統計の後まだまだ強いかもっていう、この場面の雰囲気に似てますけれども、金利は高止まりやすい。で、この金利に株式は折々神経質にはなるけれども、景気そのものは強いので、それなりには底堅さがあるっていう、こういう展開になります。で、一方で、金利が高止まるので、ドル円も高止まりやすくて。 で、アメリカ株、神経質だけれども底堅いということで、日本株にとってみると、まあ、鳴らしてみればサポーティブであるということで、ドル円日本株ともしっかりという、こういう巡り合わせになるんですね。ですから今回、アメリカの雇用統計がしっかりだったっていうことで、景況感が明るい側に一気に傾きました。で、これが、あどのぐらいの期間続くのかということは現時点ではわからないですけれども、日本にとってみると、 8月、あのアメリカ景気後退するかも、みたいな雰囲気の中で、ドル円が急落する、ものすごい円高になるということをこう見たときに、日本株歴史的な雪崩現象を起こしました。ああいう事態からすると、猶予期間がしばらくできるんだって話になってくるわけですね。ですから、まあこういう景況感の揺らぎの中で、 まあちょっと安堵ができる。まあ、ここで、えー、例えば、もう一回相場を取りに行くっていう発想もあると思いますし、あるいは、今度こそうまいところで利格しようっていう思いの人もいるかもしれません。それからこれで持ちこたえて、何着陸から景気堅調、この時代が続いてて、その後何着陸だったら、結構またポジションを保持したままでいいんだよねっていう、こういう捉え方も出てきます。ですから、現時点においては、やっぱりアメリカの景気がどうなんだ。 ということについて、精査し続けなければいけない。データ次第だということになります。そして、このデータ次第で、アメリカの金利見通しがどうなっていくということによって、日本の場合には、ドル円が影響を受けます。ドル円が影響を受けるということで、日本株も影響を受けます。まあ、こういうふうに3つのシナリオを並べると、上も下もありで、真ん中取るっていうんだから、それはもう絶対それはなんか当たるよねっていうふうに思われるかもしれませんけれども、 これはシナリオの当たり外れの問題ではないんです。FRB 自身も迷ってるデータ次第という状況にあって決め打ちはできないっていうのが今の適切な情勢判断だということになるわけです。ですから、このシナリオの比重を今だったら何着力何割、悪化何割、そして延長何割、こういうことの比重をこうずらしながら、移しながら 自分のポジショニングどうしていくんだろうっていうことをして、リスクを回避しながら、この買い持ちポジション、ロングポジションをどういうふうにホールドしていったらベストなのかなっていうことを考えていく。こういうアプローチが適切なのかなというのが私の相場認識だということです。まあ、なかなか簡単ではない場面ですけれども、今日 お話ししたようなロジックを頭の中に入れておいていただくと、臨機応変に、しかもそのトレンドをどういうふうにフォローしていくかということも、およそイメージが湧くと思いますので、ぜひ皆さんの投資に照らし合わせて、落とし込んで考えてみてください。この動画を YouTube でご覧になっている皆さんへ、田中大輔のマネーが語るは楽天証券の投資情報メディア、投資ルにて展開をしております。 私のレポートも動画も過去に遡って掲載されておりますので、その都度その都度の状況の中で、一貫したロジックでどういうふうにアプローチをしているのか、まあ、こういうことを勉強していただく上でも一助になるのかなと思います。ぜひご活用いただければと思います。そして、この動画を気に入ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 この度、投資ルーチューブのチャンネル登録者数が30万人を突破しました。いつもご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。30万人突破を記念して、私、久保田が皆様の質問にお答えする特別生配信を実施いたします。実施日は10月11日の金曜日で18時30分から配信開始の予定です。 質問は日本株以外にも外国株式や FX ドル円など様々な分野のご質問をお願いいたします。経済に関することに限らず、まあ私の好きなスポーツや食べ物まで何でも結構ですのでぜひ質問をお寄せください。質問方法など詳しくは概要欄を確認してください。